はい、ということで実況のパート32は始めていきたいと思います。前回はアビー、前回だっけ前々回だっけ、とりあえずアビーがなんだっけ名前、なんかよくわかんない組織に捕まってなんか マフィアっていうのかな明らかになんか悪党みたいなやつらに捕まって捕虜にされたんかな捕まって、でエディがね、アビーにやっぱり復讐しに行くっつってね、ディーナと一緒にレズカップルというかレズ夫婦っていうのか、レまあいいや、でディーナの元離れて一人でまたねアビーのいるであろうところを目指して行ったんだけど、アビーはもうすでに捕まってたとで どうなんすかね、アビー助けんの、いや助けるわけが分かんないし、助けるわけないよね、いやどうなんだろう、アビーがやっぱ自力脱出すんのかな、よく分かんないけどいやこのゲームもう俺普通に終わったと思ったらさ、アビーがエリーにとどめさせないで帰っても復讐はやめようねっていう、そういうなんかオチになるのかと思ったらまだあったっていうでも完全にもうあのままエンディングいくと思ってたもん。さあどうなんでしょうかね、ここからね見ていきましょう。結局復讐は復讐を生むだけだから、憎しみの連鎖を生むだけだからやめようねっていう、そういうなんか結論になるのかと思ったら結局復讐しに行くっていう結局復讐にしに行くんかい。次回作はレブがクソハゲガキが復讐する物語ですでその次回作がディーナの子供 JJ ジェシージュニアジェシージュニアの復讐の物語です終わんねえみたいな誰だ誰、いややば、いやどんな脱出方法、どんな脱出方法どんな脱出方法、ハビーはどこ、噛まれてる、下がってる、こっちに銃向けないで、おいちょっと待て、囚人クイのとこにいる、逃げた罰クイ血だらけやん、浜辺に行ってみろ、すぐにわかるこいつらもうボロボロの格好してるぞ、行くぞスルーされた、いやエリーのおかげで一応あんたら助かったんやから、なんか多少は感謝してもいいんじゃないのもうやばなんやこれもう速攻で血だらけになったな、ここ来てから秒で血だらけになった、秒で満身創痍になった、走れない、どこにいんの、てか武器が出てこない、なんかおかしいなこれ、イベント入ってんねこれ、クソガキ生きてんのかな、レブクソガキ死ぬんじゃねえの、わかんないけどいやもしアビーを結局最終的にこのゲーム復讐するんだったらレブは死んでるでしょ、その前にいやめっちゃ見張りおるやん、なんだなんだなんだ、なんか武器出せないんだけど、なんか負傷してんのかエリー、負傷してんや、戦えないだろこれ、どっちもアビーもエリーもあれは ラトラーズや、ラトラーズですね、ラトラーズってなんか悪党集団っぽい、どっちが喋ってるのか分かんねえ捕虜になった人は何の人だろうなんで捕虜になったの、捕虜というか囚人というか、あ、じゃあエリーがお腹を押さえてるのあれだ、前回あれだ、枝にぶっ刺さって超怪我したんや
致命傷というかなんか重傷なんかな、あれで。そういえばそうでしたね、忘れてた。またもうなんかもう火柱というか、なんだよこれ、見たわこれ、どっかの島で見たわこの光景。なんでこんな世紀末になってまで人は争い合っているんだ、おかしいやろ。暗っ、見えねえ、これ合ってる、こっちで合ってるかなこれ、合ってるかこれ。いやでもなんか道へ続いてるな、こっちっぽいね多分。お、浜辺やん。え、うわなんか死体がめっちゃ吊り下がってる。アビーいた？いた？知ってるやついるかな？あ、一応死んではいないんじゃない？こいつら。これアビーじゃねえだろ。アビーかこれ。くさ。くっそボロボロやんけ。どっちも。ちゃんと脇毛ケアしてるっていうね。助けるんかい、復讐しないんかい。うわな、手がなんかもう苔みたいな、なにこれ、どうなってんの。髪どうしたアビー。え、こんな髪型じゃないだろあんた、なんでこんな髪型になってんの。レイブ生きてる、死んねんじゃねえガキ。死んでる？あ、生きてた。きったねえな、なんやこれ。わけわかんねえよ。見向きもしないっていうエリーに助ける意味がわかんないんですけど。こっちにボートがある。一緒に行くんかい。は？嘘やろ、まさかの若いエンド。嘘やろ。まさかの若いエンド。つか他の人助けんでええの？他の人どうすんなら他の人も助けた方がいいんじゃない？何この世の地獄みたいな光景は。やばいだろ、頭おかしいな人類。完全な走れないし、もう武器出せないし、もう終わりかこれ、このままこのゲーム終わるんじゃねえのこのまま。このまま終わる説あるかもしれん、もしかしたら。ラスボス、ラトラーズ、 ラトラーズのなんか雑魚敵がラスボス、ラストバトル。暗いってどこ行った、いやわかんねえよこれ、どこ行った、ちょ、ま、マジどこ行った、本当に浜辺だよねボートあるのきっと、海の方だよな。いやわかんねえこれ、これ走れねえからさ、おっせんだよな、お、ま、マジ道わからん。これわかんねえ、どっち行った、どっち行った、マジで。え、どっち行ったかな、あ、こっちかな、いや、違うか、ん、こっち、いや、こっちっぽいな。満身創痍やん。なんか、エリーってなんか傷の治り早いんじゃなかったっけ、違ったっけ。おっせ、足。もうボタンがもうあのスティックしか反応しないっていう、他のボタン何も反応しない。これ霧？わけがわからない。なんかもう言うわけがわからないんですけど、いやそんな船で脱出できんか、この鬼ヶ島から。いや復讐しに来たんじゃないんかい、とっとと弓矢で撃ち殺せよ。それでこのゲーム終わりや、もう何してんのや。いやそこでタミランだったもん、最初からアビーに復讐しに来た意味が、ま、マジないっていう。
これためらう意味だろ。なんでジョエルの今死に顔が出てきた。なんで。きゃあかんねえか。生かすわけにはいかない。生かす、これ行くっていう方の感じか。悪いけど、なんかくさ、いや絶対アビーのは多分タイマンは強いやろ。え、なんでこの弱り切ってんの。絶対アビーの方が多分強いよ戦闘は。私はもう戦わない。非戦闘員になった。いや戦うの。は？なんやこのゲーム。なんやこのゲーム。あんたが巻き込んだんでしょう。きゃあかんねえなマジで。分かった。え？タイマン？おお、タイマン始まった。おお、なんだなんだ、本気出した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 。本気出した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 。これラストバトルじゃね。ラストバトルやんこれ。なんかメタルギア4を思い出すわ。こんななんかボロボロの状態のなんかこの最後はこの肉弾戦で終わるみたいな。メタルギア4のラストやんこれ。オールドスネークとさ、なんだっけ、ビッグボスだっけ。血だらけやんけ。もなんやこれ、やめろやめろ。えぐいてえぐいてなんだよこれ。ナイフ持ってるか有利ってか。これナイフ持ってる方が勝ちそうやな最終的に。なんでこいつ髪切った。それ髪切ったっていうか髪ないっていうかさ、それだけ聞きたいわ。やめやめ、えぐい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 、えぐいてー。何これ、くどいんだよ。さっさと終われよ。くどいわこれ。まだ続くんかおい。もういい、やめろやめろやめろ。もう見苦しいんじゃ。何この戦い。マジでメタルギア4思い出すわこれ。なんかヨロヨロのさ、ヨボヨボのじいさんがなんか殴り合いしてるの思い出した。いや強えぞこいつ。いやなんか急に強くなった。急に強くなった。何このわっきゃくさん。いやマジ強い。負けんじゃねこれ。殴り合いになった。女同士の3連発あるんや。1回目2回目あれ来ない。ファルコンパンチ。だクソガキは寝たまま普通に2対1で負けるでしょ。急所攻撃。急所攻撃はクソ。起きよかった。続くんか。これダメだ、とどめ刺さな終わんねえわこれ。とどめ刺さな終わんないやこれ。レブが起き上がってさ、弓矢でエリーを殺す流れじゃねえのかよ。これ離れるとまた起き上がるんだよな。
さあ起き上がるかな。あ、今度起き上がらない。なんかこういうのを見るとなんかメタルギア3のラストを思い出すな。ザボスだっけ、あれじゃあビッグ、あれザボス、ザボスだっけ、ザボスにとどめを刺した時のあのシーンを思い出すね。いや、どんな殺し方、歴史。あ、構えた、構えた。にしてんだよマジで。何を見されてんだこれ、我々は。何この戦い、 ラストオブアスじゃない、こういうゲームなのこういうゲームなんですか。なんでレブ助け来ないの、完全に助け来る流れだこれ絶対これクソガキが助ける流れでしょ、やめろっつってなんであのクソガキ寝たまんまなの、意味がわからん。いやいやいや、もう急所攻撃じゃねえじゃん、急所攻撃じゃねえじゃん、わけあっかなんやねんこれ、長えんだよもう、なんかもう殺すか殺さないかもはっきりしろマジで、なんなんこれ、は？あの子と一緒に、なんやこれ、きゃわかんねえなマジで。いやピンピンしとるやんこいつピンピンしとるやんけ、全然ピンピンしてんだけど、は？終わり？売るぞこのゲームマジで。いやこれこれこ、こういう終わり方だったマジで売るだろこれ。いやエリーはどっか どうやって脱出するのこの島から。じゃあくさ、見送り方でくさ。え、これでスタッフロール投げたら、ま、ぶち切れんぞ本当にいや来た意味だろここに、だったらあのまま終わりでいいやん、復讐はやめようねっていう。指ねえし、やめろやめろ、映すな映すな映すな、グロいだろ、やめろやめろやめろ、規制入れろ規制入れろ規制入れろマジで、グロいわやめて。いや指失っただけっていう、なんならエリーの方が損してる、アビー助けたしアビー助かってるし、もう完全にエリーの方が損しとるやんこれさあディーナディーナどうやって出迎えてくれるのかな。いない？いや、これなんでこれ怪我治ってんの、怪我ってかあの血だらけ治ってんのナメック星人かマジこれ、再生能力あるんじゃねえの、そっか魔人ブー並みの再生力じゃない回復力。え、荷物ないやん、いないでしょ絶対これ、出てったなこれこれ出てったでしょ絶対、荷物全くないもん。あ、エリーのとこだけ荷物がある、いや出てったね完全にこれ。なんだ、絵本じゃないか、なんだこれ、てかいつの間に着替えてるっていうね。いやいやいや、引いてる場合じゃねえだろディーナどこ行ったんだよ、つかここどこだよそもそも。
左スティック、また音ゲー、もうええわこれ。タッチパッドスライド上下でもうええわ、謎の音ゲー要素いらねえわ。いらないだろこの要素、マジいらねえんだけど。こういう時だけ無駄になんか PS4 のコントローラーの機能出してくんだよな、超どうでもいいけど。で指ないんじゃねえの、弾けんの。あ、どうした、え、ん、これはジョイか、回想シーンかこれ。いやもう時間軸がわからんわこれ。何年前の何ヶ月前だよこれ、わからんわ、時系列がわからん。ああ先週町に来た人がいただろう。ああ町に来た人、ちょっと恥ずかしいほど高くついちまったが、まあ悪くないな。セスくらいがなんかセックスに見えた。それとジェシーに巡回の口出しするのやめて。分かった。ディーナと付き合ってるのか。めっちゃ直球の質問。違う、あれはただのキスだし別に意味なんてないよ。スキンシップ、なんでしたんだろう。好きなのか。なんかほんと親バカみたいな質問で笑えんなこれ。あれだね、どういうつもりかわからない。あの後やね、時系列的には。お前と付き合えるなんて幸せ者だろう。ディーナとキスした後やね。よくそんなこと言えるね。俺はただ。私はあの病院で死ぬはずだった。生きたって証を残せたのに。どういうこと？それを奪ったんだよ。ワクチンを作ることで生きた証ってこと？もしも神様がもう一度チャンスをくれたとしても、俺はきっと同じことをする。一生そのことは許せないと思う。許せない。エリーはそこで死にたかったのか。許したいとは思ってる。普通に感謝すべきじゃねえの、よくわかんないけど。命の恩人じゃねえのジョエル。それでいい。
じゃあまたね。まあ多分これは根性の別れだろう、きっと、おそらく、うん、でしょうね、きっとね。どこ行ってんの？どこ行ってんの？いや、どこ行った？は？は？いやいや、どこ行ったんだよ。いや、どこ行ったんだ今。この家を捨てたってこと？どこ行ったの？意味が全くわからないんですけど。え、終わり？終わりだねこれ、スタッフロールやなこれ。いやちょっとあの意味が分かんない。その一言に尽きる。いやこれ説明不足にも程あるんだろこれ。いやわけわかんない、展開がもう意味不明なんだけど。飛躍しすぎてさ、もうわけがわかんねえ。いやこのゲームはまあ収穫ゼロなんですけど、マジで。何も得られるもんないよこのゲーム。このゲームたぶんマジで発売しない方が良かったやろ、本当にガチで。マイナス要素しかないんですけど、本当に何も得られるもんがない。ジョエルが死んで終わり、それだけ、それ以外何もないよこのゲーム。マジでこれ今からでいいから、もうあのラストバスシリーズじゃないことにした方がいいぞこれ。マジでやめた方がいいぞこれ、全部夢中にした方がいいよ本当に。追加ダウンロードコンテンツで本編は全部夢でしたってことにした方がいい、マジで絶対そうした方がいい。本当に何も得られるもんなかったぞこのゲーム、本当に。1ミリもスカッとする要素ないんですけど。味方はあっけなく死ぬわ。結局な、なんか消化不良で終わった感がもう半端じゃないんですけど。復讐はしないし、いや打足やん、だったら結局復讐しないんだったら行く意味なかったやん最後のあの場所。つかあの組織だ、なん誰だよあいつら。誰だよあのよくわかんないやつ、誰マジ知らないんですけど、教えてくれませんか。わけわかんねえだろマジで。いやこれマジ僕ダウンロード版で買ったんですけど、これマジパッケージ版で買ったらガチでねブチ切れてね、本当に売りに行くレベルやこれゲーム。いやねマジで。これ持っててもいい。ほんと話が重くて胸くそ悪くてさ、やる気起きんやろこれ、このゲーム。ゲームシステムも多分前作の面白かったんじゃないかな、別に今作な、だ敵がうざいし強いしね、だるいしな、ほんと前作の方がまだ快適やったな、同行者もねいっぱい、お前作の方が同行者多かったかな、で結構ねユニークな人も多くて、前作は間違いなくね両ゲーだったんですよ。今作もダメやこれ、ダメ。マジでゴミ。
売る、マジで売る本当に。こんなにゲーム売りたくなったの初めてかもしれん本当に。納得できないというか、なんというかなんかもうあれなの、不快なんですよね正直不快だわ。なんか面白かった面白くなかったじゃなくて、なんかもう不快なんですけど、なんでこんなやらされなあかんのやっていう、それに尽きるな本当にいや、スカッとする要素がマジで皆無なんだけどマジで皆無なんだけど、やばいわこのゲームひたすら貪欲な、ね、ちょあのどんよりとしたストーリー、やばいなマジで、やばいわこれマジで本当にこれダメだわこれダメだ、完全にダメだこれ。いや、あのぶっちゃけまあ僕ネタバレとか見てないんですけど、あの攻略サイト見たりとかね、そういうことはしないんですけど、ただYouTube で自分で動画投稿したりすると多少関連動画とか出てくるんですよね、このラストバス2のゲームがでそれでさ、なんかラストバス2のなんかレビュー動画出してる人結構いるじゃないですか、まあラストバスに限らずいろんなゲームの。それでさ、このゲーム俺が実況してとか、まあ、プレイして2日目か3日目ぐらいに大炎上みたいに書いてあってあって察してたよね本当あかんあかんのや、今作ダメなんだって俺3日目ぐらいで誘ったからね今まで言わなかったけどラストバース2レビュー大炎上みたいなそんなさ、なんか動画さ、いや内容中身見てないんだけど、俺サムネで書いてあってさ、だからサムネでさちょっとね分かっちゃったんだよね今作の出来が大炎上って書いてあってさダメだわこれって期待できねえわっていやマジでだって俺がこのゲーム一番最初にさ実況した時のテンションと今のテンション全然違うでしょ、今っていうかさ後半にかけての俺の実況のテンション、いや後半の俺の実況そのテンションまでブチ切れまくってるやろ言うてふざけんなよってうぜえんだよ、どこ行きゃいいんだよとかひたすらなんかさ毒吐きまくせん、まあそういうとこもねぶっちゃけなんかこのゲームがダサくってしてたからこそ当たり散らしてたっていうところもあるな。まあこの、まあ、今回最終回となりましたけど、この動画を録画ね保存しておいた後に速攻でそのレビュー動画の中身を見に行きたいと思います今作のレビューです、ネタバレ注意ってやつを見に行ってくるうん、ストーリーがクソストーリーがクソ絶対あるわそれいやでもねマジでラストバス1を知らない人がこのラストバス2から見たら絶対これ面白いと思わねえだろこのゲームシリーズだからマジでこれなかったことにした方がいいよ本当に、マジで絶対なかったことにした方がいい本当に汚点というかなんかもうやばい、もうラストバス1の出来を完全に台無しにするような感じだから今すぐにでもなしにした方がいい今作は今作はなかったことにした方がいい、だって前作主人公がさ惨殺されてやばいだろどこにそんなゲームあんだよやばいでしょマジでうん、あとストーリーに一貫性ないんだよな本作は、なんかもう行ったり来たりさ現代と回想シーンもくどいんだよなマジで、何回回想シーン挟んでんでもわけあかんねえマジで、時系列わけあかんねえし、もうなんか仲間はポンポン死にしてさ思い入れもクソもへったくれもねえよな、もうご都合主義展開もやべえこのゲーム、
まあラストバス3が出ることはないでしょう。次回作はないやろ。いや次回作あるとしたら絶対エリート。いやでもどうだろうな。いやでもこのラストバス2のこの手たらくだったらマジもう作る必要ねえからマジで。ラストバスはもう1だけってことにした方がええで。それからラストバス0作ろう。ラストバス1の前の世界の話作ろう。パンデミックが起こる時の話作ろうぜ。それならワンチャンあるかもしれん。いや前作のラストはね感動したんですけどね。ジョエルがねエリーを助けてっていうね最後の話あのストーリーの最後の一幕の一シーンはねとても感動的でしたが、本作はなんかもう虚無や。だ最後ギター打つって終わったで、わけわかんねえだろ。このゲームテーマ何だったんだろうな。本当に復讐、絶対これ復讐はダメっていうことを言いたいんでしょ。それから復讐しても虚しいだけだよみたいな。やってるプレイヤーが一番虚しかったっていうね。なげえスタッフロー、なげえよ、もう話すことねえよ。あ、そういえばあの前作はあのオンラインゲームあったんですよね、実は。実はねオンラインゲームあったんですよね、前作のラストバース1は。まあ FPS あったんですよ、あ TPS かな、うん、まあ、ちゃんと対人戦あるんですよ前作。なんだっけ、レジスタンスとファイアフライに分かれるんだっけ。ハンターだったかな。で今作ハンター出てこなかったな、まあいっか。ファイアフライとレジスタンスだったかな確か。2グループに分かれて普通にチームデスマッチ的なやつがあったんですよね前作。今作はまあないっぽいね。まあ別にそんな面白いあれでもなかったけど。でも一応あったんだよな。今作なんかないっぽいね、廃止されたんかな。まあ、追加ダウンロードコンテンツ出るなっけ、こっからと始まるの飛ばそう。ええわ。でもクリアする前に寝れま10の人は結局何時間でクリアしたんですか。多分俺ね、まあ、数えてないけど、あプレイ時間多分マジで20時間か25時間の間だったと思う。まあ俺多分ペース遅い方だと思うけど、それでもどうすか、15時間かかるでしょ多分。いやまあモードの難易度にもよるのかな。寝れまてんの人寝れたんすか。それが一番気になるわこのゲームの中で。内容関係ねえけど。プレス N ボタン、終わった。なんかの装備と強化をニューゲームプラス初めから開始します。強化とアイテムの作り方はゲーム開始時から有効です。どうでもええわ。あ最後のあのメイン画面のボートさ、何かと思ったけどあれか、ラストシーンか。ラストシーンでアビーとあのクソガキが乗ってたやつか。なんか画面これどこだよこれ。ジャクソン、何あの建物。ストーリーエクスコンセプトアートモデクレジット。まあとりあえず2周目する気は1ミリもないんで、このボーナス要素見ていきましょうか。まあどうでもいいですけどね。別に興味はないけど。まあ一応見とこう。若いエリーコスト10ポイント、現在所持しているのは530。若いエリーパトロール、エリーラットキングストーカー側、ラットキングストーカー側。えこいつラットキングって言うんだ、あの変なブローターン、キモいやつやな。ブローター側は、あ、いやブローターだったのあれ。ラットキング。ラットキング。ストーカー側。名前すげえな。あ、ストーカーやったんやこれやっぱ。ブローター。ストーカーと？ラットキング。ストーカーとブローターが混ざった感じですか？十シャングラクリッカーラトラクリッカー。ラトラーズ。男。え？クリッカー防護服クリッカー。クリッカーのラトラーズ。男。
はキモ。クリッカー。いやそんな違いあったんか。キモ。クリッカー。男。クリッカー。何やこれ。ジャクソン。クリッカー。ジャクソン女。いや知らねえよ。クリッカー。男。どうでもええわこれ。なんだよこれ。ランナー。ストーカー。ランナー。知らねえよ。男ランナー。いやどうでもええわこれ。コストマジでどうでもいいんだけど。そうでもええわ。コスト誰だよグスタボって。え誰？セラファイトエミリー。セラファイトエミリー。名前あったんかこいつら。セラファイト。エミリーとは誰知らねえよ。大柄。おマツコデラックスやこいつ。セラファイト。男セラファイトおラトラーズ出たこいつ待ち伏せ出たで誰だよお前大柄誰やねんこいつ大柄ラッツラトラーズ囚人ラトラーズ待ち伏せと何やこれクソすぎんだろ超どうでもいいんだけど謎すぎるいらねえマジでこれモデルそうどうでもいいんだこれジャクソン農場エピローグコスト15ポイント現在所持しているのはエピローグ丸ポ118は L12 何これ13 4 18 5 18 6 7 18 8 9 8 18 9 10 18 11 18 12 13 14 15 18 16 17 18エピローグ丸ポタノーサノシアトノジャクソン農場サンタノシアトルミノサノジャクシアトルコンセプトアートモデルギャラリークソどうでもいいな。いやなんかいやこのゲーム開発どんぐらいかかったのかよくわかんないけど若いエリー、まあ、普通に前作の方がエリーパトロールコストエリー充実してたと思うな、いろいろと。ディジェシー、ジョエル、ディジェット、レ、ヤーナ、ワ、オーエン、ワ、ヤーナ、モリ、コ、ヤーナ、モリ、若いオーエン、オーエン、若いオーエン、若いオーエン、ジャクソン、ノ、マイ、アイ、マーリン、アイザック、スカーの島、アイザック、スカーの島。どうでもええわ、クッソどうでもいい。マーリン、アイ、マーリン、アリス、コスト、クッソどうでもいいな、これ。超どうでもいいんだけど。ポイントマジでどうでもいい。アイザック、全勝、ジェリー、ジェリー、キラリ、ジェイジェイ、コスト、ジェイジェイ。何このクソガキ。青影の線は、コスト、うま青影の線。なんだよ、これ。ヤマト、コスト、な知らねえよ。グスタ何がヤマトや。ランナー、ダブクリック、ラトラーズ、囚人、コスト、10、ポ、囚人。はは、囚人。ストーカー、ストーカー、クリッカー、何これマジで。ストーカー女。笑わせんなマジで。キモ。ランナー。じゃこれ。ランナー。じゃストーカー。キモすぎやろ。クリックブローター。若いエリ。キモ。ストーカー側。ラットキング。いやなんとか感染者みんなさなんとか伸ばしみたいな。なんとか ER みたいなついてたのにこいつはなラットキン キングネズミの王様ネズミの王様なんで誰が名付けたんこれプレス A ボタンあいいや、とりあえずこれをもちまして、ラストオブアス2の実況は終わりにしたいと思います。はい、このゲームを二度とプレイする気は起きません。マジで記憶から消したいたいレベル。売りたい売ってくるわ。売れねえんだこれ残念ながらいやパッケージ版だったらマジで売ってくる。ガチで売ってくる。このゲーム周回プレイするやついるかな。まあいいや、まあ、そんなゲームです。あ珍しく僕がボロクソ言いましたね。まあそんなゲームですまあそんなゲームですまあ夢なかったことにしてほしいですね今作は。いやそれマジ本当に夢落ちにしてほしい。ほんと早く追加ダウンロードコンテンツ夢落ちしたら見直すわ追加ダウンロードコンテンツで今作の出来事は全部夢でしたってやったら見直すわ、まあ、特にマジでもう話すことないんで終わりにしますね、まあ、とりあえず珍しく僕がボロクソに言うようなゲームでしたっていうことだけ最後に言っておきたいと思いますそれではここまでご覧いただいた方ありがとうございました。また別のゲームでお会いしましょう。さようなら。